はい、みなさんこんにちは。ゆかふぇのゆかとしんちゃんです。なんで乳首だけ見せるの？何すんの？うわ、またあのね、はい、ずっと後回しにしちゃっていた Q&A をやっていこうと思います。こんな感じで？そう。イエーイ。でね、私たち実はこたつを作って、今こたつの中でぬくぬくしております。そうです。日本で頑張ってこたつ買ってきたのに、うん、普通に今つで売ってた。はい、それではやっていこうと思います。はい、まず一つ目、旦那さんが忙しい時とか、ゆかさんはどう接してあげてますか？旦那さんが忙しい時、私がね、そう、すんちゃんが忙しい時、私どういう風に接するか。うん。まあ、私も自分のことやるか、すごい構ってもらえない時は拗ねる。だから私が忙しいって言った時は、ゆかはどっか行くんじゃない？そうだね。うん、チェジュ市とかソウルとかね。そうだね。本当に一日中すんちゃんは工事とかそういう補修とかやらなきゃいけない時は自分の仕事を見つけてするっていう感じかな。はい、はい。2つ目、ゲストハウスでどんな仕事されてますか？毎日ゲストハウスにいらっしゃいますか？あ、私ですか？パコ本の宣伝、うん、する。する。うんうんうん。あと営業。営業してしてない。してないかな。まあ、パコ本がうまくいくように私はいろんなを考えて、インテリアとか、まあ、中のものとか考えて、まあ、お客さんもらったり、うん、お客さんの予約もらったり、ネットで、うん、うん、お客さんと連絡したりね、あとチェックイン、チェックアウト、そうそう、チェックインとチェックアウト、もうもちろん私がもらえますから、来たらぜひ私がいます。イエーイ。はい、そう。あとは、私も来年チェルで結婚式を挙げます。すごい、おめでとうございます。近いよ。ちんちゃん、おじそばち、あと、夫婦仲良しの秘訣を教えてください。まず、うん、チラは、なんで仲良くなんだろう。ゆかぺ、なんで仲良くかな。秘密がないね、あんまり。うん、わかんない。秘密な。すごい。夫婦仲良しの秘訣は、ああ、一個ある。そこは全部負けてください。うん、それはあるかも。勝つ、なんか今回は勝つぜって、なんか勝つぜとかは思っちゃダメ。うん、もうもうずっと負けた方がいいんです。負けて負けて本当にダメな時は、ほら、で一回なんかちゃんとパッて女性の心をちょっとケチケチして、うん、でお互いに会議、うん、会議会議とかやった方がいいんですね。あとなんかこう、結構うちら共通の趣味とか聞きたい音楽とか、うん、一緒なので、ね、結構こう共通な部分が似てるよね、すごい。だからかなって思う。なんか好きなものが似てるから、こう休みの日とかフリーな日に、あ、やろうって思うことが結構似てて、うん、だからかなって思います。はい、次は結構あるの？結構ある。最近、あ、3つ目。最近お互いに新しく気づいたこと、なんか癖とか、まあ、ありますか？いつも楽しく YouTube 見てます。ありがとうございます。ゆかの癖、まあ最近気づいたな、これも。なんか寝るとき、寝てて、ほんで、なんか、ハエみたいになるんですね、ゆかって。寝るとき、いきなり、こうこう寝てて、じゃあこう寝りました。寝るときね。寝りました。寝てるやん。じゃあいきなり、うん。なんで、もぎょくっそ。ってやるんです。これは本当に寝てるから分かんない。そうだから、寝てる寝てる。前やったら、え、どうしたの、ゆか大丈夫ってなんか聞くけど、ちょっと引くから。これは強敵だな。全部見てたんでしょ。そう、見てて、うわ、やだー、寝ます。なんで。それぐらい好きってことじゃん、あなた。分かった。すんちゃんの癖、新しく気づいた癖か。新しく気づいたんじゃないんだけど、すんちゃんの癖はストレス溜まった時とか、なんかちょっ
いっぱいいっぱいの時にここを噛む。すごい、こうってか、ここをすごい動くの。トットットットって。それがすんちゃんの癖でーす。可愛い癖だね。はい。四つ目。マットリップとツヤ感のあるリップ、どっちが好きですか？あ、私はマットのタイプが好きです。これは強敵だな。なんかね、マットがやっぱりちょっとクラシック感じで、やっぱり自然で、まあちょっと冬とかすごいマットの方がいいと思います。あんまりキラキラしとね。私はそうやって思うから、今までずっと。あとマットタイプは結構保湿もいいんですからね。はいはい、6個目。最終投稿は韓国語ペラペラじゃなくても言って大丈夫ですか？はい、もちろんです。もちろんです。なんか結構バスとかに、あの日本語、英語のナレーションとか表記とかあるので大丈夫です。大丈夫です。せーの、7個目。結婚や未来のことを全く考えてない彼と別れたいのに好きで別れられません。どうすればいいですか？うわー、もう分かってるやんな。男とこの男と結婚したら、そうだね、貯めて、うん、な、まあまあ、そっか、分かってるけどやめられないみたいな。でも何歳なんだろう。なんかまだ全然こう恋愛で、今好きなら、今を楽しむならいいっていう感じでね、楽しんで経験してもいいし、その好きな気持ちが冷めるまででもいいし、でも本当に自分は結婚、幸せな結婚したいなとかっていう目標があるんだったら、ちょっと切り替えても絶対いい人いるから、うん、だからその瞬間は本当に辛いと思うけど、切り替えるのもありかなっては思います。ただどうなんだろうね、好きだと、まあね、今辛いけど思うようにいかないもんね。結婚は本当に会う人と、そう、趣味とか仕事とかなんか、そうそう、絶対いますから、ちょっとだけ我慢してください。そうだね、辛いけど、うん、どうかな。でも話し合うのが一番いいと思う。だから彼に本当にそういう気分がないのかあるのかとか、自分の未来をどうしたいとかっていうのを深く話し合ってみてもいいと思います。話し合える相手だったらいいと思う。話し合えない相手だったらちょっと切り替えてもいいかなと思います。時間が直してあげますよ。頑張ってください。8個目。私も韓国人の彼氏がいるのですが、親から反対などはされなかったですか？これ結構多かった。あ、そうなんだ。そうだね、あの最初付き合ってる時っていうか、本当に付き合い始めの時は反対っていうか、なんか私のパパとママは韓国の彼氏ができてその人と結婚するとかっていう想像はしてなかったと思う。なんか絶対多分日本に帰ってくると思ってたし、うん、私が、まあ、まさかねみたいな感じだったとは思うけど。でもなんかすごい大反対みたいなのはなかったな。あった？ない。なかったよね、うん、私はもう一個もない。結婚します、はい、誰と、日本人と、はい、どうぞ。感じだった。そうそうそう、なんかそういうのはなかったな。だからそういう意味ではすごい感謝してます、お互いの両親に。9個目。はい。結婚相手を決め手とかポイントとかありますか？本当に誠実で優しくって面白くてちょっと可愛い人、それが本当に私には一番合う人です。なので、ありがとう、はい、なのであのすごいかっこよくて、いや私のびっくり、声大きい、声大きい。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。私の目から見たらこういうんだよ。あ、ダメだ、ピー。それが私のポイントだと思います。私は一緒じゃない、本当に話が合う人が一番、趣味も一個一緒の感じである人とか、あとはちゃんと自分の仕事をなんか考えて守ってる人、やるじゃないか。となんか一緒にいたら、この子はいけるかいけないかをもう分かってるからね。だから自分の心でもう判断してもう決めてるから。そっか、うん、もうもう、まあ信じて、自分を信じて。でも無理したらダメですね。そうだね、なんかちょっと不安なことがあったりとか、そうそう、それが結婚して、ね、うわーってなるから、そう、それはあります。はい、10個目。お互いの好きなところや尊敬してるところ聞きたいです。やべー、あ、私1個ある。何1個かい。他の行動力が好き。うーん、早い。確かに早い、ね、もう早い。だからゆかが行動して、うん、私は後ろでちょっとバックアップする感じの、ね、いいチームと思います。確かに。二人の思い出の場所は？今考えるところ、じゃあ、せーの、盛岡。いや、言うと思った。何、タン？タイ。タ
たいわ、お前。思い出しましょうじゃん。最近は盛り上がったでしょ、私も。最近すんじゃん、温泉にハマってるから、その温泉の記憶がすごい良かったんだよね。そうそうそう、岩手の盛岡、最高です。はい。11個目、子供が生まれたらお互いの似てほしいところ、似てほしくないところはどこですか？あ、私の顔じゃなかったら嬉しいです。私の顔で髪の毛なかったらダメです。でも私は好きだよ。似てほしいところは、なんかうちら結構末っ子だから、なんか結構愛嬌っていうか、なんかこう、って甘えるんだよね。だからそういうところは結構似てほしくて、でも似てほしくないのはちょっと私の性格の悪さと、あとすんちゃんのネボスケは似てほしくないです。はい、はい、それではこの動画もちょっと長くなっちゃいそうなので2段に分けようと思います。それでは続きは次の動画でお楽しみにしていてください。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ、アンニョン。